はい、録画始まった頃だと思います。キャッチ・ザ・ウェーブの皆さん、こんにちは。2回目の課題はそろそろ、始められた頃でしょうか。いつもの通り、スクリーンをシェアして、私からのプレゼンをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。右上の方に私の顔が出てるんですかね。はい。このビデオはですね、前と同じように YouTube に公開しますので、いつでもご視聴できますが、スクリーンショットを撮ったり、音声をダウンロードしたり、あるいは、一時停止や早送り、倍速再生なども皆さんのご判断で、ご自由になさってください。このプレゼンテーションは Google スライドで作られていまして、この左下のこの、URL でご覧になることができます。著作権はクリエイティブコモンズになっています。クレジットを入れていただければ著作権法の引用の範囲を超えて全てをそのまま、コピー&ペーストなどしていただいても構いません。さて、今日のトピックは評価です。教育関係で評価というとテストなどをすることのことです。学習者がどのくらい目標に近づいたかを調べることによってコースや教師の仕事ぶりを知ることができます。本日の予定は以下の通りです。まず最初に今日の予定を紹介します。そして仕事の流れ、仕事の流れとしては、授業をしてから評価をすることが多いのに、なぜこのコースでは先に評価を勉強するのかを、説明します。そして、行動中心主義で、使いやすい評価方法の一つであるパフォーマンス評価という方法をご紹介します。そしてその評価方法の具体的な例としてバイク用の地図を買うという行動について、それを日本語でどのぐらいできるかを評価する方法をご紹介します。またもう一つの具体的な例として、国際交流基金で開発された会話のテストの例もご紹介します。そして次の週までの課題と参考文献をご紹介しておしまいです。では早速今日の目標です。今日の目標は、すでに皆さんに作っていただいた、あるいは今作っていただいている CDS の中から、能力記述文ですね、この CDS の中から一つを選んでいただいて、日本語を使ってその行動が実際にできるかどうかを、評価できるということです。それが今日の目標です。行動が実際にできるかどうかなので、日本語を知っているかどうかの評価ではありません。これは今日は何回も繰り返して、言うことになると思います。はい、では今日の、最初のトピックです。仕事の流れとしてはですね、まず授業をしてその後に評価をしますよね。でも準備するときは、授業の準備をする前に評価の準備をしておいた方がいいんです。なぜそうした方がいいかというと、まず目標を決めて、そして教えて、その後で評価の方法を考えるというですね、この左側に出ていますが、こういうよくある順番では、最初の目標を忘れて何を教えたかを考えてテストを作ってしまうことがとても多いからなんですね。例えば会話のクラスの目的はもちろん対話の力を育てるはずなのに、実際には会話が書いてある教科書を読む授業をしてしまって、テストはその教科書に出てきた単語や漢字を出す、それも紙のテストで出すとかですね、そういう例がとてもよくあるんですね。で、こういう問題を避けるためには、バックワードデザインという考え方、あるいはそういう方法があります。バックワードデザインでは、授業の目標を決めたらまず評価方法を決めます。つまりテストの方法を決めます。そしてその後にもうすでに作ったテストに合格させるための授業を考えます。もし評価方法が正しければ、このテストに合格させるための授業は目標通りのいい授業になるはずです。よくですね、こういう本の虫みたいな子供がいて、
テストだけできて実力がないとか言われる人がいますが、テストが実力を測ることができていれば、このようなことはないはずですよね。つまりこれは、この子が悪いんじゃなくて、テスト方法が悪いんです。それではまず、良いテスト方法とは何かということを考えてみると、良い評価方法かどうかということを考えるときに、役に立つ視点が一般的には3つあります。です。はい。1つは妥当性と呼ばれています。これは評価すべきものを評価しているかということです。さっき話しましたように、対話の授業なのに会話文の読解の試験をしては、そういう授業をしては会話力が身についたかどうかはわからないわけですよね。もちろん試験も会話の授業なのに会話文の読解の試験をしていたら、その会話力を測ることはできないわけです。これはもちろん会話力をテストしなければいけないのに、読解のテストをしているからです。これが妥当性の問題です。次はですね、申請性という問題もあります。これは簡単に言うと、本物らしいかどうかということですね。これがですね、行動中心アプローチではなくて、まず言葉を出発点にして考える文系アプローチでは、その言葉を使う場面を無理やりですね、考え出さなければいけない時があるので、あまり現実的ではない状況の試験を作ってしまうことがよくありました。しかし、行動中心アプローチでは、まず行動や場面があって、そこからそこで使われる言葉を考えますので、こういった申請性に関する問題はあまり起きません。あえて行動中心アプローチで気をつけなければならないことを挙げると、例えば現実にはスマートフォンや辞書などを使うことができるのに、試験ではそれを禁止するとか、あるいは手書きする必要がないのに紙の試験で手書きをさせてしまう、そういうのは行動中心アプローチ、では、かなり気をつけなければいけない申請性の問題になりますね。はい、3つ目です。3つ目は信頼性の問題です。これはですね、特に日本語能力試験とか、あるいは大学の入学試験のような大勢の人が受ける試験の時に注意しなければいけないことなんですね。試験の結果が時によって違うとか、あるいは担当する先生によって変わってしまうという場合は、その試験、その評価の信頼性は低いと言えます。しかし、行動中心アプローチの場合は、実際にその行動をやってみせるとか、あるいはですね、実際にその行動の結果の、その結果できたものを評価したりしますので、妥当性と申請性さえ問題なければ、この信頼性の低い評価というのはあまりなりにくいと思っていいと思います。はい。ではですね、行動中心アプローチでは具体的にどんな評価方法があるんでしょう。先ほど申し上げましたように、行動中心アプローチではその名の通り、行動が中心なので、評価も行動をそのまま見るのがいいと思います。行動を評価するのは一般的にパフォーマンス評価と言われています。実際にその行動をやってみせるわけですね。やってみせるにはいくつかの方法がありますが、一番わかりやすいのはそれを実演してもらうということです。例えばここにあるのは去年のコースで提出された能力記述文、つまり CDS の一つですが、天に増します我らが父よというその主の祈りですね、これを教師の前で言うことができれば、その行動ができると評価することができます。また自己紹介とかプレゼンテーションなどのように相手がいなくてもやりやすい行動もこうして実演にできます。
日本語を使ったパソコンの操作なども、もしその場でやってもらうことができれば、実際にそれができるという業務なんですよね。つまり、パソコンやウェブサイトのメニューに書いてある漢字などを認識して、実際に CDS に書いてあることを実行できれば合格という評価です。ただ、相手とのやり取りが必要な行動がある場合も、まあそれもよくあります。その場合は、教師の前で実演することが難しいことがあるんですね。で、そういう時は、ロールプレイという評価方法が便利です。これは後で詳しく紹介しますが、教師が別の人を演じるわけです。ここにもですね、昨年のコースに出てきた CDS があります。日本の中学校で教える英語の先生のための CDS ですね。はい。この場合はテストをする人が話し相手になります。文系シラバスのロールプレイでは、学習者の行動を、文系シラバスのロールプレイでは、学習者も、別の人を演じることがよくあります。文系シラバスではですね。しかし、行動中心アプローチでは、学習者の行動を支援することが目的ですから、基本的に、他の人を演じる必要はありません。行動中心アプローチでは他の人のロールをプレイする必要はありません。また、実演とロールプレイはですね、共通する部分も多いので、これは実演なのかそれともロールプレイなのかと悩んでしまったら特に厳密に区別する必要はありません。はい、そんなに深く考えなくていいです、そこはね。3つ目のパフォーマンス評価の方法は成果物ですね。成果物。ここに2つの、CDS があります。あらかじめ名前に振り仮名を振っておけば、血圧と体温を一覧に記入することができる。辞書を使うことができれば、リハトレカードに、記録を書くことができる。このリハトレカードっていうのは、何でしたっけね、リハビリのトレーニングの、その、一覧というか記録をつけるようなカードのことらしいですね。はい。これらはですね、2つとも医療系の職場での行動ですけど、このように字を書く行動というのは、書いたものが残りますので、それが実際にその行動ができたという評価の、記録になります。これはですね、繰り返しになりますが、行動中心アプローチでは、知っているだけでは評価しません。大切なのは実際にその行動ができるかどうかなんですね。知っていることを評価するのではなくて、行動を評価するのが行動中心アプローチなわけです。さて、ここからはどうやって教えるかも視野に入れて評価について考えてみましょう。例えば、バイク用の地図を書店で購入することができるという CDS があったとしましょう。その場合、実演なら実際に本屋に行って買ってみればいいわけですよね。あるいはロールプレイでも評価はできます。ただ、何を教えたらこれができるようになるでしょうか。それはちょっとはっきりしませんよね。そのためには、地図を買うという行動をもっと小さく分けるといいです。例えば、最初に本屋の中の地図の売り場を見つけて、次に、自分がバイクでツーリングに行く地方の地図を見つけ、その地図の値段を知り、レジでお金を払うというような順番です。このようにすると、何を教えればいいのかが分かりやすくなってくるんではないでしょうか。しかし、ここではバックワードデザインの考えに基づき、それらの教え方を考える前に、評価の方法を考えてみましょう。まず本屋は、まず最初は、本屋の中で地図のある場所を見つけることができるという CDS なんですが、これは本屋の表示を理解することができればいいと思います。この場合はですね、地図だけ分かればいいので、
ここに書いてある児童書などの他の言葉が読めなくても全く構いません。ただ左側の例もあまり模範的な例ではありません。なぜなら行動中心アプローチでは本物らしさ、つまり真正性が大事なので、できれば本屋の中の写真などを利用して、もっと実際の場面に近づけるともっと良くなります。はい、ではですね、地図のある場所に行けたとして、そこに自分が、そこで自分が行きたい地方の地図を見つけるか、見つけることができるかどうかを評価するにはどうしたらいいでしょう。このように、まあ、今ちょっとぼかしが入っちゃってるんですけど、地図の表紙がたくさんある中から自分の行きたい地方の地図を選ぶことができれば、とりあえずこの CDS は達成することができたと言えそうです。次に、買いたい地図の値段を知ることができるという CDS ですが、これはもし、学習者がお金持ちで値段なんかどうでもいいと思っている場合は、もちろん教える必要はありませんので、評価する必要もありません。お金持ちでない場合は、こうした資料から値段の情報を見つけ出すことができれば、合格だと評価していいと思います。次に、レジでお金を払う場合ですが、こうした CDS は会話が必要になりますので、ロールプレイで評価するのが普通です。ロールプレイでは、ロールカードというものを作ります。ここでは日本語で書いてありますが、A1 レベルの場合は、英語やフランス語なども一緒に書いておいた方がいいでしょう。そうでないと、会話の力を評価するはずなのに、ロールカードの読解力で点数が変わってしまうということがよくあるからです。妥当性や信頼性の問題ですよね。もう少し、本当らしいロールカードとしてはこのようなものもあります。クレジットカードが使えれば高い地図を買って、クレジットカードを使えない場合は現金で安い方の地図を買います。ただし、クレジットカードを使うかどうかは学習者の状況によりますので、あらかじめ学習者に聞いておいてロールカードを作るか、あるいはどちらを使うかは学習者が自分で選択するようにしてもいいと思います。カードを作るには、あらかじめですね、会話の例を考えておくと便利です。もちろんこれはあくまでも例の一つなので、この通りに話せるかどうかをテストしてはいけません。こちらは今見ているのは、カードが使える場合の、会話の例です。なお、店員の言葉にはピンコードとかいたしますとかご必要ですかといった言葉があります。こうした言葉は理解できればいいので、学習者は言えなくても構いません。ですので、それを言えるかどうかを、つまりその客の言葉の客しか使わない難しい言葉を言えるかどうかを評価してはいけません。評価しないんですから、バックワードデザインの考え方では、教えるときも学習者がこの2つを混同したり、あるいは学習者から質問されない限りわざわざ教師の方から必要ですかとご必要ですかの違いを教えたりする必要もありません。こちらはカードが使えない場合の会話の例です。ここでも申し訳ありませんという表現は客の場合は使わないので学習者は聞いて理解できればいいです。行動中心アプローチのロールプレイでは会話の例を覚えて正しく話せるか、ではありません。評価はすべて行動を見ます。やるべき行動ができたかどうかです。ここでは自分の行きたい地方の地図を選ぶことができたかどうか、店員との話し合いでカードか現金の正しい方を店員に渡せたかどうか、必要ならレシートがもらえたかどうかなどです。
文系シラバスの考え方では、会話の、すみません、店員の言葉などでまだ教えていない言葉を会話の例に入れるのは良くないことですが、行動中心アプローチでは現実の現場に近いという神聖性、つまり本物らしさが大切ですので、ロールプレイの相手はまだ習ってない言葉だけ話す必要はありません。すみません、ちょっと喉が痛いんで飴を舐めます。ロールプレイの相手はまだ習ってない言葉だけで話す必要はないという今お話をしたんですが、むしろ、まだ習ってない言葉の中から知っている言葉を見つけて意味を考える練習などが必要なんですよね、日本語のクラスというのは。ですから、まだ習っていない言葉はむしろこういった会話の例の中に必要です。あってもいいんではなくて、なければならないんですね、こういうまだ勉強してない言葉は。最後にまた繰り返しますが、言葉や文法を知っていても実際の行動ができないのでは意味がありません。大切なのは知っているかどうかではなくて、その CDS ができるかどうかなんですね。ロールプレイによる評価をもっと詳しく知りたい方は、国際交流基金のロールプレイテストというのをご紹介します。これは15分でできる簡単なものです。とても分かりやすいマニュアルがありますので、それを読めば誰でもテストを実施することができます。レベルは A1 から C1 までありますね。それでは Zoom の次の週までの課題をお知らせします。今回は評価を作るのが課題です。またすでに作っていただいたご自分の CDS の中から評価の対象になるものを一つ選んでください。まずは一つ選んでください。そして次にその評価方法をロールプレイ、実演、成果物の中から選んでください。ロールプレイの場合はロールカードと用意するものと評価ポイントを書きます。余裕のある人は会話の例も書いてください。実演か成果物の場合も何ができれば評価するのかを書いてください。参考文献としてはバックワードデザインのごく基本的な説明として、僕のブログの記事をご紹介しておきます。もっと専門的に知りたい人は片岡優子さんのこちらの資料をご覧ください。特別なアカウントも必要なくて無料で読むことができます。英語の方が読むのが楽な人は、こちらに書いてある、バックワードデザインディフィニッションというページをご覧ください。はい、いつもの通りこの後 Zoom の話し合いがあります。後ほど URL と会議室の番号をが、Google クラスルームに、載せますので、それもそのお知らせもこちらからいたします。はい、それでは、Zoom でお待ちしております。はい、皆さんどうもありがとうございました。はい、ポーズはどうすんだっけ、あった。はい、失礼します。ちなみにここはカナディアンロッキーです。